恒例のというか年に数回コスコに行きます。クリスマス前は必ず行ってますね。まあなんか年会費60ドルぐらい取られるんですけど、それがね元を取れてるかどうかはちょっとわかんないですけど、とにかく大量買いをします。クリスマス前もう1ヶ月切ったんでちょっと早いけど行ってきます。あとは掘り出し物を見つけにで、多分ねなんか安いんじゃないかな、ブラックフライデーもあったことだし関係あるんじゃない。で、もう今回行くところはね、車でうちからどんぐらいだろう、40分ぐらいかな、40分ぐらいで着くと思います。遠いんだけど、イベント年間行事になってます。はい。でね、車の方はね、まあやっともう今回は本当に絶好調になりました。もう止まらない。止まんない止まんない、もう絶対止まんない。まあもう止まってもね、もう大丈夫。なぜならもうロードサービス入っちゃう、会員になったから、どこにいても、迎えが来てくれます。なので、はい、ちょっと遠くまで行ってきます。まあね、あとね、年末にね一応キャンプに行く予定なので、それもそのなんかいいものあったら買っていきたいと思います。ランクルはね、年末そのキャンプに向けてちょっと足回りをいじろうかなと思ってます。サスペンションショックを変えようかなって。このね、アングルはね、多分初めてなの、今まで撮ったことない。いつもね、後ろから前を撮る感じ。うげぇ、渋滞。すごいじゃん、これ。うわ、いきなり渋滞。うわぁ、いきなり渋滞。あ、それが楽しい。こっちがいいね。まあ、親父とおばさんの顔見てもしょうがないんで、これでいきます。渋帯嫌いなんだよ。そう、電気系も完璧に直したんですけど、例の、リアアクセルからの、オイルのにじみ漏れみたいな、あれも直しました。で、そう、茶色いオイルはあれは中が錆びてたんじゃなくて、コーンワッシャーあれがねちょっと錆びてて、それが、コーンワッシャーじゃねえ、あのボルトの方が若干錆びてて、それがなんか油と混ざって、出てきてた感じです。あのボルトってあのアクスルの、蓋というか、あそこを何個ぐらい、8 8個
個ぐらいのボルトで止まってると思うんですけど、それのボルトの一つがちょっと錆び始めてて、それがオイルと混ざって出てきてただけでした。中が錆びてたわけじゃなかったです。コストコといったら、こっちだと多分アメリカとかもそうなんですけど、コストコと言わずにコスコって言うんですけど、小さいね、トが多分トがね聞こえないぐらいに言ってるんですよね。コスコ、コストコ、コスコ。まあでも、そんな感じで、はい、でね、まあみんなあるあるだと思うんですけど、衝動買いしちゃうんですよ。とにかくいらないものまで買っちゃうんですよね、興奮しすぎて。で、家に帰って気づくんですよ、あれこれ本当に必要だったのかなっていうパターンが結構多くて、でもそれがね、実は 前回ぐらいからコントロールできるようになって、あれなんですよね、本当に買いたいのか分かんない場合は一周してからもう一回それを見る。その時にまだその買いたい気持ちがあるかないか、それを確かめる。大抵ねパッて見て、あ、買おうと思ったものは一周して帰ってくるとやっぱりいいだろう、やっぱりいらねえだろうそれいうパターンです。食い物は意外に衝動買いでもいいんですよ、食っちゃうから。でもね、なんかある小物とかなんか家電みたいなとかガジェットとか、まあ車のね修理のツールはいいかなと思う。その辺は気をつけて、毎回気を引き締めていきます。それではいってらっしゃい。行ってきます。で今ね高速降りてあと多分20分ぐらいですかね。今回はね、ほぼほぼこれドライブ動画になります。ちなみに今オーストラリアはこの今の時間は5時44分一応帰宅ラッシュで、コストコは8時まで今日やってます。だから余裕。こっちはね、内陸の方です。海の方じゃなくて内陸の方で、2000年にシドニーでオリンピックやったんですけど、まあ、そのオリンピックパークといって会場が、あるところの近くにね、そろそろ着きますよ。ここはなんだっけ、何マーケットだっけ、フレミントン。そう、フレミントン。ここにはシドニーマーケット、シドニーマーケットっていうのがあります。まあ、何を売ってるかっつったら野菜、これ左右ね、オリンピックパーク、とにかく広いです。ここら辺にね、
その選手たちの住む、そういうアパートメントも作られて、渋滞がね好きじゃないんですよ。韓国車結構出てきましたね、いっぱい。この国ね結構車が高くて、多分日本で売ってる額の倍以上すると思う。そのうん、そ、really、どれ、oh, no. あんなの全然40万しないよ。オーストラリアンダラーだったら3,000とか4,000とか。そんな安いの？そんな安い、日本は。Why って言われてもわかんないよね。全部安いよ、こっちから比べたら。ペチロは？ペチロは同じぐらい。ヨーロピアンカーはちょっと高い。オーストラリアカー？うん、コンペアするとちょっと高い。日本車は安い。What about like Kia? キアは安いと思う、チープ。もう着きます。目と鼻の先。もうちょい入ってくるかな、君。あのね、コストコの中は多分取らないと思うんですけど、別に許可とかも取ってないですし、許可いらないと思うけど、でもなんか取る、買い物に必死になっちゃう、うん、買い物集中できないので。月曜日到着です。いいじゃん、思ったより早かった。うん、行きます。今日は珍しく超絶でした。結構空いてる。疲れ切ってます。今日はね、結構買いました。これね、名物のホットドッグそう、買い物終わりました。あー、お腹すいた。とドリンク、あとね、チュロスも買った。チュロス、それも買った。夕飯食えなくなっちゃうね。まあ、寿司があるんだよ。今回ね、結構行きました。違い、あれ買ったからで、なんか死生なの薬とか。私は買ってないですが。買わなかったの？じゃあやっぱ食い物だけだ、うん、肉だね、うん、ホットドッグとドリンクでこれ安いよな、かなり、はい、うん、安い。あー、腹減って死にそうだった、まあ、これから多分30分ぐらいで着いちゃいます。帰りの方がね、若干早っ。だいたいコストコで1時間ぐらい買い物して、でその後出口のところでホットドッグを買って車の中で食べて、で帰ります。
しいもの食べてなかったんで。食べてないね、何も。ちょっとつまんだぐらい。はい、今から高速乗ります。もう暗くなってきました。もう8時過ぎました。早く帰りなきゃ。以上です。ご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。ちなみにね、うちの中もします。